レーコブマウンテンスピリッツーエスタンサヤン、アーガーキーマウンテンズサヤン山脈は、ロシア連邦、シベリア南部、モンゴル国土の国境付近にある山脈。アルプスヒマラヤ作ク山帯に属する集極山地である。大きく東サヤン山脈と西サヤン山脈に分けられる。東サヤン山脈は、バイカルコ西側から北西に、ミヌシンスクボンチの東側まで伸びる。 ロシア連邦の地方区分としては、ブリアート共和国からイルクーツク州、トバ共和国にまたがる。南に、フブソグル湖がある。ロシア、カザフスタン、モンゴルから中国にかけての山岳西サヤン山脈のエルガキ山にある、ザ・ハンギングロック西サヤン山脈は、東サヤン山脈の西部から南西に連なり、アルタイ山脈につながる。地方区分としては、ハカス共和国と、 トゥバ共和国の境に位置する。エニセーガー上流部が西サヤン山脈を貫き、サヤンの主身スカヤダムがある。西サヤン山脈周辺には RU、ゼ山脈とタヌオラ山脈がある。最高峰は東サヤンのムンクサルディック山である。ありがとうございます。